すべての物事には、表と裏がある。そう、このコインのようにな。どうしたのマリサ、そんなギャンブラーみたいな佇まいして、ギャンブラーのくせに500円玉だし、ちょっとリッチぶるな。リッチ？バカ家これは私の全財産だぞ。小学生かな？そりゃギャンブルに走り出すわ。なんでそんな追い詰められちゃったんです？そりゃ今目の前に映ってるキノコがあまりにも高すぎるからなんだぜ。それを差し引いてもマリサの貯金少なくね？松茸、確かに高いよね。一本一万円以上普通にすることあるし、ただのキノコなのになんでそんな高いんだよ。足元見やがって。まあ足元に生えてるからね。ということで今回は高級キノコである松茸と秋の味覚の代名詞、サンマを使ってお料理していくぞ。メニューはこんな感じ。よかった、キノコだけだったらどうしようかと。キノコだけの動画はそれはもうマリオカートなんよ。他にも出るだろ、バナナとか、バナナとか、どっちみち食べ物ばっかなけん。まずは炊き込みご飯から。秋って無性に炊き込みご飯が食べたくなるよね。いつも通り土鍋で作っていくけど、調味料と松茸入れるだけだから簡単だぜ。炊飯器でも楽勝だぞ。おい400円どこ行ったんだよ。元から私のコインは1枚なんだけどな。漫画買ってんじゃねえよ。とりま松茸をカット。だいたい松茸は土がついてるから洗わなきゃいけないんだが、水につけすぎると香りが失われるらしいから優しく洗うんだぜ。はい、めんどくさいのでじゃぶりませんか？君には趣を感じる心が備わってないのかな？松茸って味よりかは香りを楽しむもんだぞ。これ、日本人のたしなみね。そうなんですかー。ザ、日本食だもんね、松茸。ちなみにお前は何人なの？人参。スカを切ったら、傘の部分にちょっと切れ込みを入れて、自分の手で裂いて香りを楽しむぞ。ああ、松茸のいい香りがするんだぜー。マリサさん画面越しじゃ何にも伝わりませんよ。は？そんなことないよな、画面の前のみんな。手頃な大きさにカットしまして、松茸を入れたら料理酒、昆布だし、塩、醤油を入れる。混ぜたらいつも通り炊いていこうな。切って調味料入れるだけだから簡単ですね。炊き込んでる間も私たちに休んでる暇はない。この隙にサンマと通常松茸の調理に取り掛かるぞ。どの料理も出来たてで食べたいからね。サンマに塩を振ったら、内臓を取ってしばらく放置。スーパーで買ったサンマは大体内臓が内臓されてるから仕方がないぞ。ご飯チェーク。秋の味覚の玉手箱ですね。あと10分蒸らしたら完成だから、今のうちにサンマを焼くぞ。ご家庭にこのタイプのコンロが採用されてるかはわかんないが、ここに塩漬けしたサンマを端に設置してくれ。センターに置いてよ。自我を持ったやつがいますね。よほどのことがない限りは端に寄ってくれよ。そんな。そりゃセンター取りたがるわ。ご家庭のコンロによりますが、片面タイプの場合は強火で4分ずつ焼くといいらしいですね。最後に通常の松茸なんだが、なんかオーブンで焼くことができるらしいぞ。ここまでこだわったんだから専用の網とか買おうよ。ほら、このチャンネルは真似しやすいをモットーにしてるから、初耳ですけど。まず松茸というものを扱ってる時点でやりやすさはゼロに近いと思うんですけど。松茸をレンジに入れてる間にサンマひっくり返しちゃおっかな。うおー。うおー。焼き色が本当に完璧ですね。美味しそうだな。じゃ、片面も焼いてくぞ。うん、多分それっぽくできてるだろう。松茸だけ雑じゃん。ま、もうちょい焼いとくのぜ。最高。これぞ秋の味覚、秋の刀。早くその刀を胃袋という鞘に収めたいのぜ。なお一度収まったら二度と抜刀できない模様。あ、ここまでやるんだったら松茸の味がするお吸い物も作っとくんだったな。料理チャンネルでインスタント食品を堂々と使わないで。汁物まで作ると動画の尺が4分前後に収まらなくなっちゃうからな。クラシルみたいにすればいいじゃん。そんなゆっくりお料理動画みたいか。まずは炊き込みご飯から、いただきまーす。うまーい。松茸の香りと優しい味付けが最高なんだぜ。いいですねー。松茸の味はどうなってますか？あんましないんですね。あくまで風味を楽しむものだから。続いてはサンマだぜ。確か魚は水平に箸を入れると綺麗に食えるんだっけか。マリサさん90度逆にやってませんか？油が乗っててうまーい。食い方ミスったのごまかしたな。炊き込みご飯にサンマのコンビ。まるでアイスクライマーみたいなコンビネーションだ。それだと片方たまに無能になるけど。じゃあ最後に、通常松茸の感想を言ってこの動画を終えることにするぜ。ご視聴、ありがとうございました。キノコだ。この子の舌はまだ子供なようです。